はい、皆様こんにちは、ジェーンです。好きな熱帯魚はベタです。はい、というわけでね、今日のナチュラリウムタイムスを始めていきたいと思いますが、今日はちょっと大掛かりなメンテナンスをしようと思ってます。私手がね、テニス肘っていうやつになっちゃって結構時間経ってるんですけど、まあ痛いんですよね。痛いならメンテナンスやめた方がいいんじゃないかっていう声も聞こえてきそうですが、もうやるって決めたらやりたいタイプなので今日は遂行します。でね、うちのメイン水槽ってどれかっていうと、これなんです。この60センチスリム水槽。もう位置的にもね、水槽たちの中のど真ん中ら辺を陣取ってるし、60センチ、まあスリムですけど、60センチあるのに入ってるお魚はベタとあとチェリーバルブが合計で4匹かな。あとはミニブッシープレコのプレオさんという名前のね、プレコ、ちっちゃいやつが入ってるぐらいなんですよ。で、ご覧いただくとわかるように観葉植物がいっぱいあって、これの根っこがすぐに伸びてしまうので遊泳空間的にはそんなにないんですけど、今日はこの遊泳空間をまた作りつつ環境を整えて、隣の、よいしょ、こちらのね、ADA の30センチキューブ水槽になるんですけど、これね、今ちゃんと映ってないですけど、ここにグリーンネオンテトラとカージナルテトラが入ってるはずなんですよ。なんですが、この30センチ水槽ね、キューブ水槽、まあ観葉植物がものすごいことになってます。おかげでこのライトがね、これは山崎カズラですけど、山崎カズラやらシンゴニウムやらいろいろあるんですけれども、葉っぱに遮られてライトがなかなか水槽の中に届かないっていうことが実際問題あるんです。それでですね、私は思ったんです。この60センチ水槽をもうちょっと賑やかにしてもいいんじゃないかなと。なので先ほどの ADA 水槽にいたグリーンネオンテトラ、カージナルテトラをこっちに引っ越してもらうっていうことを今日はしてみたいと思います。よかったら最後までゆっくりとのんびりとまったりと見ていただけるととても嬉しいです。では早速始めましょうか。 OK Let's get started。 イエイ。ではでは早速60センチスリム水槽の根っこをチョキチョキと切っていきたいと思います。はい、見ていただくとわかるようにここら辺とか、まあこの辺は前からなんですけど、この辺とかあとこっちですねに根っこがはびこってます。これは一回ねチョキチョキとしたんですが伸びちゃったと。とりあえずこっちちょっとカットして、この真ん中ら辺のぶっといのもカットして、そして最後にこの辺もカットして遊泳空間を広げたいと思います。タイムラプスでいきましょうかね。
水替えする予定はなかったんですけど、やっぱりちょっとなんか根っこのクズが舞ってるし、水替えもしちゃいますね。プロホースです。はい、失礼します。ちょっとゴミがね、下の方に溜まってるといえば溜まってるんで、ちょっとじゃないか。水自体はねクリアなんだけど、おー、ベイビーチェリーバルブ、ベイビーバルブをプロホースで吸い込んでしまいそうです。危なっかしいな。すごいな、ベイビーさん。よくここまで大きくなったね。ねえ、あなたがお母さんなんでしょうけど、素晴らしいですよ。ベイビーバルブさん、大きくなってほしいな。べっぴんさんも、片目は不自由だけど、元気にしてくれてますよ。ほんと。ありがたいね。これぐらいにしとこっかな。ちょっと失礼。ベイビーバルブがいます。ベイビーバルブかわいい。だいぶすっきりしたかな？いた。これがベイビーバルブです。チェリーバルブのベイビーね。他のと比べたらサイズがちっちゃいのがわかるかなと思いますね。色味が濃い赤ですね。チェリーバルブはよくウィローモスをツンツンしてるんですけど、何なんですかね。微生物食べようとしてんのか、毛自体が好きなのか、ちょっとよくわかりませんが、これがお母さんですね、この赤いのが。まだまだ根っこいっぱいあるけど、
なあ、こうやって見ると。ちょっと仕上げは今ちゃちゃっとやっちゃおっかな。もうちょっと綺麗にしたいところですね、べっぴんさん。こっちにスピンパイプがあるんですけど、大きな流木がここにあってね、その流木にウイローモスが活着しております。私はこのスポットがすごく好きでね、大事にしてるんですけど、アヌビアス・バルテリーですね、今映ってるのは。これが水上葉、綺麗に、結構、まあ、葉焼けもしてますけど、結構綺麗に上に上にと伸びてってくれてて、水中でも葉っぱが出てますよね。はい、ベイビーバルブ。はい、ベイビーちゃん。さてさて、もうちょっと根っこをきれいにしてみよう。ピンセットがないなぁ。見事にないなぁ。どこ行ったんだ？ない。まあ、いいか。手で取るか。まあ、根っこが、ところどころニョキニョキ生えてるけどね、この辺。だからって誰が気にするんだっていう気もするし。これでいいんじゃなかろうかと思います。さて、60センチスリムがだいぶ綺麗になったんで、次はこっちね、30センチキューブ ADA のこちらのお魚を移動するっていうところまで今日はやろうかなと思ってます。できるかな？全部で何匹いるかな？はい、今のところね、こちら、フォトスが。フォトスはここにねじ込んで入れておけば OK。はい。こちらのね、60センチスリム水槽の根っこをちょっときれいにしました。わかるかな？そして今から隣の ADA 水槽から青い魚たちを取ってきたいと思いますが、この水草、ポゴステモンメンメンって言うんですけど、ポゴステモンメンメンがなかなかのくせ者でね、すごい増えるんですよ。めちゃくちゃ強いんですよね。これも何本か入れてただけなんですけど、いつの間にか水槽を覆い尽くしてるんで、この状態ではネオン、チームネオンを救うことはできない。多分ね。なので、ポゴステモンメンメンをまず切ります。で、この ADA 水槽はどうするのって思うかもしれませんが、まだ正直これっていうのは決めてないんですけど、一番端っこにね、水槽にベタのメスのちっちゃいサトルちゃんっていうね、サトルちゃんという名前のメスのベタがいるんですよ。その子をこっちの真ん中の方のね、水槽に連れてきてあげてもいいかなーなんて思ってます。これはなんだ？これは何でしょうか？フォトスの再利用をしようとしてたのかな？私がワイヤーでなんかくくってあるんで、
ポトスの茎をね、水槽に入れとくだけで新しい根っこがビヨーンと生えて、ここら辺とか、これね、この辺もバッチリ生えてますけど、これは茎を切ったやつをそのまま水槽に入れただけのやつで、ポトスって永遠に活用できるとてもサスティナブルな植物だと思ってます。で、ろ過能力も高いしね、素晴らしいですよ。まあ、ありきたりといえばありきたりかもしれないけど、ポトスもいろんな種類があるので、興味があったらいろいろ深掘りして、ポトス研究してみてください。では、ちょっとここのフリンジだっけ?フランジだっけ?フリンジ?一旦外して、そして、ちょっとこの辺のラシャバポトスもカットしちゃおうかな。次に来る子のために、カットしちゃおう。これは、これは、ラシャバポトスと、山崎カズラですね。ラシャバポトスがシワの入ったポトスで、山崎カズラはシュッとしてるやつ。これはね、こっちにテラリウムがあるんですけど、こっちに。そこにドボンしときます。ちょっとシアノバクテリアが繁殖中なので、いや、今のカットしただけでもめっちゃ水槽明るくなったね。これも切っちゃおう。この辺も葉焼けしてるしな。こんな感じでどうでしょうか。これも葉焼けしてるけど、でろーん、これも切っちゃうか。もうだいぶ明るくなりましたね。いいことだ。はーい。貯金。すみません。貯金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 と。テトラたちを切らないようにしないとね。当たり前ですけど。はい、ポゴステモンは後で再利用できるところで再利用しましょう。おお、めっちゃクリア。まあ、ちょっと若干ね、ホコリが舞ってる感じはありますけど。ここはヤマトヌマエビが入っているんだ。入ってるんだって自分で入れといてなんなんですけど、ヒーターがまだ入ってましたね。コンセントは抜いてありますけど。ではお魚たちを移動していきたいと思います。ヤマトヌマエビさんも引っ越ししてもらおうかな。赤いチェリーバルブと青いテトラたちが喧嘩にならなければいいんだけどね。はい、それでは今からこちらの60センチスリムに、ネオンテトラじゃない、グリーンネオンテトラとカージナルテトラをお引っ越しさせていきますね。はい、ゆっくり見て
ください。別に面白くないと思うけど。で、使うのはこの網です。このベタの網として売られてた気がするんですけど、水ごとすくえるんですよ。こっちはメッシュになってて、こっからトポトポーっと水を排出することができるんですけど、真ん中まではね、このナイロンみたいな生地になってて、水を溜めたままお魚をすくって移動させることができるっていう、なかなかいい商品です。どこのメーカーかは書いておくべきですよね、商品にね。書いてないもん。わかんないよ。はい。使ってる方もおられると思うんで、はい。わかるかな。今わかりますかね？グリーンネオンとカージナルがすごい光を反射してめっちゃ綺麗なんですよ。これがこっちでも見られるっていうのは最高じゃないですか？最の高じゃないですか？では早速、最初で最後の軍営を見れる。いやー、全然捕まえられませんでした。いや、これはね、水の抵抗があるんですよ、この網は。今更、なんか、言い訳しちゃいますけど、違うんです。本当にあるんです。なので、こういうすばしっこい彼らをキャッチするのには、向いてないかもね。向いてないとしか思えないんですよ。私のテクニックの問題だなんて、そんな、やっと一匹捕まえたよ、みたいな感じですけど。あ、逃したし。うん、やめよう。ちょっとこの網は今、適切ではないと判断しました。なので、普通の網を使いましょう。じゃん。普通の網。これはどこのかっていうと、これも書いてないね。網っていうのはメーカー名を書かないんでしょうか。わかんないけど、でもこれ多分あのしなるシリーズだったかな。違うかもしれません。でもこのネットがね、ふわふわなんですよ。うん。私はこれをずっと愛用しております。好きなんですよ。大きいしね。これならきっとネオンたちもすんなり入って喜んでお引越ししてくれることでしょう。ちょっと流木が邪魔だな。ここからが勝負。カモン。いやー、あの大きな石が邪魔なんだな。ちょっと石もどかしちゃおうか。はい、すいません。ほんとすいません。ストレスですよね。こういうのって。だと思います。ですが、私もテニス肘が痛いんですよ。なので、お互い頑張りましょうね。OK。はい、カモン。何も痛いことはしませんよ。はい、入った、入った。はい、植物は。はい、はい、皆さん、カモン。全然捕まえられないんですけど。やっと一匹捕まえました。ビキのネオンさんか、グリーンネオンさんか、カージナルさんかわかりませんが、入りました。これ、続けるの？これ続けるんですか？できるかな？ちょっと大変だった、思ったより。
ちょっと奥の方からおびき寄せる作戦で。はい、カモン。カモン、カモン、カモン。はい、おいで。はい、もう一匹。チュンチュン。はい、もう一匹。こちらはカージナルかな？わかんないけど。グリーンじゃないっぽいですね。いや、これで2匹目。嘘。ちょっともうちょっと障害物をどかしましょうか。ホーステモンメンメンだけじゃないな。アヌビアスプチとかもね、入ってたんですけど、どかしました。さあ、ごめんね。トン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 。よし。なんだ、一匹ずつしか捕まえられないじゃないか。三匹。シュッと。シュッと。シュッとしても一匹です。はい、どうぞ。困った。やっぱりお店の人ってうまいですよね、救うの。私はお店の人じゃない上にテニス肘というハンディを背負っているのでしょうがないと思ってください。お、結構入ったか。1、2、3、4匹。大きいっぽい子が取れました。若干慣れてきた私でも、今視界にいっぱいいるんです。ここら辺にいるのは分かっているんだが取れないよね。うわー、なんだこれ。これワビクサのやつだ。ADA のワビクサをポンって入れてたやつがすごい根張って取れない。うん、諦めよう。おお、オトシンネグロもいました。ネグロさん、おいで。はい、よし。オトシンネグロさんは、オトシンクルスさんより若干高いんですよ。でもいい仕事してくれるんで好きです。はい、もう残りは少ないかなという印象ですが、20匹ぐらいいたはずなんですけどね。減ったかな。で、ヤマトヌマエビとかもいるはずで、ちょっと今こんな濁っちゃってるんでね、見えないんですよ。で、ここの根っこが取れない。ワビクサってなんかこういう土台に、こういう土台にいろんな水草が植え付けられてるっていうやつですよね。私はそれ楽ちんですごい好きだったんで、一時期ワビクサをポン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 入れてたんですよ、水槽に。それの一つがこれみたいで、水草はもうもはやね、全然見当たらないんだけど、ポゴステモンメンメン以外は。でも根っこが、これは観葉植物の根っこがワビクサの土台に絡みついてるっていう感じに見えますけどね。もう一回ブチッと取ってしまおうかな。力を入れても取れない。
すごい根っこだ。これ観葉植物の根っこですね。なんかブセとか出てきたら超ラッキーっていう気分なんですけど、多分ブセなんか入れてない。ここにはエビさん、どこ行った？エビさん、ものすごいぶっとい根っこがいっぱい。あー、取れたかな。うわ、これはなんだ、山崎カズラの根っこかな。こんな野菜のような、ごぼうのようなね、根っこが収穫できました。これも植えてたら多分出てくるんでしょうね。そして先ほどお話ししてたわび草の土台がこれですね。ちっちゃいやつですね。ちっちゃいやつのここに水草がいっぱい乗ってたはずなんですけど、どこに何があったんだっていうね。これは多分上から観葉植物の根っこがこの土台をね、いいものだと認識して絡みついちゃったっていう感じだと思います。変な匂いはしません。不思議ですけど。さて、こんな濁った中で探すのは大変なので、後にしようかな。なんだこれ。なんだこれ。いや。これもわび草？違う。なんかの根っこです。うわ、根っこ、根っこがあってなんぼの水槽なんで、うちはなので根っこがあるのは当たり前なんですけど、いやー、あまりにも多くてびっくりですね。グリーンネオンとカージナルは種類が違うんだけど、今まで同じ水槽にいたからやっぱり仲間意識が強いのかな？こう見えませんよね。こんな感じで今ね、真ん中にネオンカージナルが固まってます。ビビってますね。やっぱりチェリーバルブって結構やんちゃ系なのですよね、多分。なので、気強いかもしれないんで、追いかけられるかな。あ、べっぴんさんもなんだっていう感じで見てますけど。でもこのね、窮地に陥らせといてなんなんですけど、群映が本当に初めて見れたっていう。いいのかどうかよくわかんないけど、はい、こんな感じですね。べっぴんさん、新しい仲間をよろしくです。結局十何匹かしかいなかったですね。20匹ぐらいいた気がしたんですけど、まあ気のせいの可能性もあるんですけど、ミニブッシープレコさんと、あとオトシンネグロさんも先ほど仲間入りしました。テトラーズは若干ビビリモードですね。そうだよね、ごめんなさいね。でもすぐ慣れると思います。
グリーンとカージナル本当にね、混ざってるはずなんですよ。どっちかだけってことはないはずなのに、こんなに固まっちゃって、なんかすごい愛しいですね。なんだこの根っこはって、群栄ですね。べっぴんさん、ご飯欲しいですよね。ベビーバルブはどこ行っちゃったかな。あ、落としネグロとミニブッシープレコ、家族みたいでいいですね。平和です。一方こちらは戦々恐々としているテトラーズですが、いいね、赤い魚たちの中にブルーっぽいやつが、ネオンっぽいやつが入ってね。はい、というわけで今回のナチュラリウムタイムスはテトラーズを60センチ水槽にお引っ越しさせましたというお話でした。いかがだったでしょうか。私としてはね、この色が素晴らしいと思っていてね、チェリーバルブとテトラたちとの色のね見せ合い、これはもうお互い両者魅力がありすぎて、これからもねこの60センチ水槽のことをより一層好きになりそうです。はい、めちゃくちゃいいなと見とれてしまう自己満足ですが、はい、というお話でしたが、いかがだったでしょうか。皆様の中で今回のこの YouTube 楽しかったよとか、へーとか思ったところが少しでもございましたら、よかったらグッドボタンを押してくださると嬉しいです。そしてコメントも気兼ねなく残してください。最後にチャンネル登録ですね、まだという方できればチャンネル登録をして、またナチュラリウムタイムスを見に来てくださるととても嬉しいです。またお会いしましょう。30センチはまだ濁ってますね。はい、なんとかしときます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。じゃあまたねー、バイ。